皆さんこんにちは、のりりんです。全然スピリチュアルと関係のない YouTube を結構見ることがあるにもかかわらず、突然ね上がってきた YouTube のねチャンネルがあるんですよ。でそれは見なさいよ、あなたに必要ですよっていうサインなんですよ。前の放送でも言ったように、私の場合って結構そういうコンピューターみたいなを介してメッセージが届けられることが多いんですね。でこれは見ないといけないなと思って見たら、その動画めっちゃやばかったんですよ。大滝冬香さんっておっしゃる方でね、バレエダンサーをやっていてジュエリーデザイナーなんですよ。ワンネスを体験して意識がもう完全に覚醒していて、本当の真実を伝えなければいけないっていうことを、自分の体験談を嘘偽りなく説明しているんですよね。もうそれがあまりにも素晴らしいので、たった1ヶ月で登録者数2000人ですよ。十何本しか上がってないのに、どん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 うなぎ登りなんですね。それぐらいみんなの魂に響いているんです。本当に素晴らしい方が発信しているなっていうふうにね思うし、そういう方の動画ばっかり見てほしいなって思いますね。それで私も彼女の動画を全て見たんですけど、2本ぐらいでめっちゃ泣いたんですよ。でそれは魂にすごく響いたっていうこともあるんだけども、彼女は母親の介護をしていてね、もう一体いつになったら終わりが来るんだ、でも私の人生はもう一体何だったんだろうかとか、そういう限界を迎えるんですよ。で私も同じことがあったんですね。で彼女の幼少期を聞いていても、私とリンクすることがめちゃくちゃ多かったんですね。で私は人から見たらとても裕福な家庭に生まれました。実際はねもうすごい虐待とか、おばあちゃんですね、虐待しつけすごかったんですよ。もうね真っ暗なとこに閉じ込められるし、紐で縛られるし、お灸を据えられるって、もうねしょっちゅうやけどするぐらいのやつをもう何回もやられるんですよ。でもねお兄ちゃんは後取りやから、お兄ちゃんは大事にすると、妹は5歳離れてるからめっちゃ可愛いんですよね。で真ん中の私ってなんか存在している意味ってあるのかなみたいな、そういう魂を上げるためにいろんな経験をしているっていうことがあるんですけど、でそれも自分の選択であって、でそういうのも体験したから今があるんですけど、そういう幼少期とかリンクしているんですよね。でね、で私は2008年かな、サントリーニ島っていうところ、ギリシャの青と白の有名な島があって、そこに行った時に過去生の記憶バーンって思い出した時に、その時の私の旦那さんがそのおばあちゃんやって、もうね私のせいで子供が亡くなってしまったんです、海でね。でそのたまたまそのサントリーに行った時に、有名なビーチではないんですけど、なんか知らんけどそこのビーチで泳ぎたいっていう風に自分でプランを組んでいたビーチで子供が実は亡くなっていたと。でそれ自分のせいで亡くなったから、その時のその当時の旦那さんおばあちゃんにもずっと虐げられて、ずっと責められる人生やったんですよね。でそれで今世もまた続いていたんかみたいなのをね、そのサントリーに行った後にいろいろ分かった時に、あーってなんか許せたんですよね。あーってね。でその後に子供が生まれて、でその真ん中の子が重度の障害でね、で最初全然わからなくて、もうすごいちっちゃいままで全く成長しないんですよ。今中学生なんだけども、小学校1年生ぐらいの背丈しかないんですよね。バランスよく低身長やから、ほんまに普通の小学校1年生かなみたいな感じなので、最重度の知的障害って言ってもちょっと知恵遅れかなっていうぐらいにしか見られないんですけどね。でももうすごいね大変、めちゃくちゃ大変やったんです。彼女がもう2歳の時とかもうね、もうみたいな、もう限界もうやばい、わがわうわ私の人生ってなんやねみたいに思った時に、やっぱりそういうね光の存在が、冬香さんも動画で話しているように、もうこれぐらいの高身長の光の存在がわーって
現れて、あ、見守ってくれてんねやわ、私もすごいサポートを受けてんね、私一人じゃないわと思ってまた頑張れるようになって、でまあいろいろ時は過ぎて、でもやっぱり癇癪とかあったりとか自傷行為とかがあったりで、まあ、あの体も悪いので夜中も徹夜で世話をすることとかもねあったりで、肉体的にも精神的にもすごい大変なんです、大変だったんですよね。でね、それでそんな中、あの私のせいでそういう障害児が生まれたっていうふうに言う人がいたんですよね。それでも、あ、もうここから去らないといけないわみたいに思って、まあ、離婚したわけなんですけど、で離婚するって決めてからも2年間ぐらいは言えないんですよね。いろいろな不安恐怖、一人で本当に育てて3人も育てていけるのかとかね、そういうなんかいろいろあってね、でなかなか決断ができないんですよ。でお金の心配も、その当時はね、お金はエネルギーだと分かっていながらもどう生活していくんやとかね、いろいろ思ってどうしようどうしようって思ってた時に、また光の存在がやってきたんですよ。そんで委ねたらいいんだよって、助けてほしい時はほんまにあの見えない存在に助けを求めないと届かないんだよ、助けてほしければ一人で頑張らない、あなたはよく頑張っていると、めちゃくちゃ頑張っていると、でもうこれ以上頑張らなくていいから、でもっともっと光の存在にサポートを頼みなさいと、どうしてほしいか言いなさいみたいな、でそうするとなんや知らんけど大金がボーンって舞い込んで、でそれもまあ私すごいわ来たみたいな、欲しいものいっぱいあったから、まあこれもよくなんですけど、私音楽やってるから楽器欲しい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 楽器ばっかり買っとったらもうすぐになくなって、ああどうしようみたいな、でまたそしたらまた今度さらに10倍ぐらいのお金がボンってきたんですよ。おってなって、あ、これでもいろいろいけるわってなって、まあ今は離婚したんですけど、でその離婚した後もやっぱりね、その自傷行為っていうのはあるんですよ。 体温調整ができないので髪の毛を抜いちゃったりする、夏になるとね、暑いからイライラして、で部屋の温度を快適に保っているにもかかわらずうまいこと調整ができないかイライラして抜いたりとか、でそんで施設とかね行ったりする、その施設でごっそり抜けて帰ってきたりとかしても、あーってなったり、女の子なのにあんなに可愛いのにとか、もすごくもうでも落ち込むんですよね。でなんとかならないのかと思ってても、もう無意識で抜いちゃうんですよね。もう癇癪起こして抜くっていう時もあったんですけど、それではなくて無意識に抜くからもうどうにもこうにもならなくて、もうすごい今すごいんですよ髪の毛がね。で円形脱毛症用のこうパウダーみたいなの買ってきて、こうパンパンってしたんだけども、それが今度逆に気になって、また他のとこも抜こうとするから、あ、これもあかんし、手真っ黒になってそれを食べようとするし、あ、もうどうなんねん、もうそれも限界や、どうしようって思ってて、それでもう同じことばっか、自閉症があるからもう同じことしか喋らないです。コミュニケーションは多少取れるんだけども、同じ単語をずっと延々ずっと言いまくるんですよ。でとにかくうわーっていう、もう騒音の中で生きていて、そんで私の大切なものとかも全て破壊されていくんですよ。で本棚に置いている本もどんどん破られていくので、本当に大切な本はコンテナに入れて保管してたのに、ある日そのコンテナを見つけてそれ全部ビリビリに破られてた時はもう本当にああってなって、もう私の人生って何やんのでも本当に家も破壊されていく、せっかく新しいお家にね引っ越したのに、どん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 物は潰れていくし、みたいな。このソファーもまあそういう子がいるので一番安いやつを買い替えれるように安いやつを買っているんだけど、だからシミだらけなんですけど、だから人も呼べないんですけど、まあそれはそれでいいんですけど、でそれでもうすごいもう自分と向き合う
日々が続いたんですよ。でまあ時々やっぱりガス抜きっていうか、自分ばっかり追い詰めててもあかんし、ガス抜きな感じでいろいろ飲みに行ったりもしたら、もうすごい逃げてるわけじゃないんだけども、自分に帰れる、楽しむ喜び、おいしいもの食べてみんなと楽しんで、愚痴も言わずにもうわーおいしいねっていうだけでも自分に帰れる、そういう時間がすごい必要でね。でそうでみんなではっちゃけたりなんやかんやしてるのをね、投稿を見た人がなんかすごい、あなたには障害児がいると思って同情してた私がアホでしたみたいなのが来て、んっていうのを思ってたりしたり、なんやかんやいろいろあってね。なんでうんってでそこでいろいろ向き合うことがあったんですよね。で向き合っていって、今のこの何の気づきのためにこの選択をしているんだろうかっていうね、この状況を選んでいるのは私、選択しているのは私、作り出しているのは私で、これから何を一体学ばないといけないんだろうかっていうことを深く深く深く考えていった時に、あ、愛なんやっていうところに到達したんですよ。で私はもう小さい頃からそういう状況でね、で父親にもすごいいろいろねあって、もう監視されて生きてきたんですよね、言ったら。で結婚した後もずっと監視監視監視で、その障害児とこう対話してても、もうどこにも出かけるなみたいな、もう本当に鳥の籠の中にいて、もう自分を解放する術がなかったんですよね。そうだから、その結婚する前はヒーラーとかやってたわけだから、その時はもう本当に楽しかったんですよね。でそう結婚してからどん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 落ちていって、それで障害児のお世話をして、どん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 また、あ、自分っていうのは一体何のために生まれてきたんだろうかとかね、考える時があって、どん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 それで魂が磨かれてきて今があるんですけど、で愛なんだって分かった時に思い返したら、私愛を知らずにずっと育ってきた。で恋愛してきたと言っても、それはほんまの愛じゃなかったかもしれないね。で本当の愛って何やろうなっていう風なんで、いろ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 思い返した時に到達したんですよね。あ、ほんまの愛っていうのはこれなんだっていう、いろいろなサポートがあってね、もう本当に見えない力でのつながりがあって、精神的なつながりがあって、本当に大切にしたいものがあって、で愛を教えてくれたのはもうこの子なんだっていうのがね、すごい分かってね、あ、もう本当にその彼女のことも大切にしていかないといけないし、その一生懸命一緒にサポートしてくれてるアリエルちゃんもね、大切にしないといけない。アリエルちゃんは2歳ぐらいの時に、またそれは別の動画で言うんだけど、ママをサポートするために生まれてきましたっていう児童書記を書いたんですよ。でその時は何のことか分からなかったんだけど、もう本当にサポートいっぱいしてくれて、私がねメキシコ店に行きたいって言ってつぶやいたら、東京なんだけどって言ったら、夜行バスで行ったら東京にで楽しめる時間が長くなるから、夜は私が面倒を見るから、夜行バス、往復夜行バスで行って楽しんできなみたいにね言ってくれたりだとか、もう本当にね大変やと思うんですけど、まあ、まだね小学生やのに料理も1年生の頃からできるし、裁縫もできるし、で私がちょっとイベントとかで夜遅く帰ってくることがあったら一緒にお風呂入ってるんですよ。それがねもうすごい楽しそうな2人でね、水遊びなんです。キャー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 言ってね、2人で歌歌ってね、楽しそうやなって、そういうのを見たら幸せやなって、なんか頑張ってよかったなとかね、そういうのを思うんですよね。でそういうのでもうほんまに愛を知るために一緒にそばにいる、今も大変なことたくさんあるけど、私ができる、今できることは何だろうかとかね、いろいろね今できることをやっていこうって彼女に対してね、でそういうことをね考えさせられたことがあったのが、その冬香さんの動画を見てめっちゃリンクして、うわーって涙が出たんですよね。でその冬香さんの動画もほんまにめっちゃいいから、ほんまに見てください。彼女は全然ね傲慢でもなく、本当に本当に魂が綺麗で
美しくて、で私ねもう本当にすごい人っていうのを表現した時点で自分を卑下しているし、すごい人って思ってしまうとそのすごくない人を同時に作ってしまっているっていうことをよく前の動画で喋っている、前ってもう消してると思うんですけど喋ってて、だからもうすごい人ってもう思わない、自分の方がって言ったらあれやねんけど、自分もすごいし、ね、自分のその眠っている力が眠っているだけでもほんまはめっちゃすごいし、今できることできてるってめっちゃすごいやんとか思って、だからもうすごい人って思わないから、彼女のこともすごい人って思わへんねんけど、めっちゃ魂に多くの気づきを与える放送をされています、はい、そんな感じですよね。もう本当に私たちは見えない存在にサポートされていて、多くの愛に見守られているっていうことを思い出させるようなその冬香さんの動画なんですよ。で、私が中学生の時に臨死体験じゃないけども本当に死にかけたんですよ。でプールの底で頭を打ってね、で記憶をなくした時にもう光に包まれて救ってくれた存在がいるんですよ。その時にもう大いなる源というかもうすごい光やったんですよね。で本当やったらもう首の骨折れて半身不随になってましたよっていうぐらいの状況やったんですけど、むち打ちだけで済んで、で脳も結局異常がなくて、でなんかそれで生まれ変わった感じになったんですよ、中学生の頃。そうそうそう、そんないろんな体験がありましたけど、ほんまにあの見えない存在からサポートさせてくれているな、してくれてるなっていう風に思いますね。また宣伝になりますけど、10月28、29のイコまでのリトリートは心と体と魂が蘇る天空のリトリートっていうだけあって、もう本当の本質の自分、魂なんやろっていうね、そういうのに気づかされるやつやと思います。でほんまになんかセレモニーとか言ったらもう堅苦しい時代遅れやって思うかもしれないんだけども、みんなと意識を合わせて周波数を合わせることによってすごい気づきが起こるんですよね、セレモニーってね。でそういう時間も大切やし、セレモニーばっかりやってるんじゃないんですよ。もう本当に波動高く喜ぶ、ただそれだけでね、もう地球の波動が上がるんですよ。私もねこう動画ではクソ真面目に喋ってるけど、めちゃくちゃ楽しくてひょうきんでおもろくてほんでもう人にあのサポートするのがすっごく 大好きで、おもてなしっていうのが自分の天命やと思ってるんですよね。だから私のおもてなしも本当にあの素晴らしい経験ができると思うんですよね、はい、だからよかったら皆さんね、多くたくさん来ていただけたらいただくほど一緒に上がれる周波数っていうのが、共鳴する周波数上がるんですよね。で前回ちょっと言い忘れたんですけど、ハペっていうのはもうエネルギーが直接脳にバンって入るので、あの現地ではシャーマンがやってるんですよね。で私も言ったら一応シャーマンなんですよ。でだからこう安心安全でこう吹き込むことができる、ちゃんとつながって吹き込んでます。でも誘導瞑想によって違うとこ領域に連れて行かれるような誘導瞑想ってネットにめっちゃあるんですよね。そういうのと一緒のように、そういう吹き込む相手とかそういうのによれば変なところにつながってしまう危険性があるなっていうのはあるので、だからそんなに頻繁にあのやるものでもないし広めるものでもないなっていうふうに思っていますが、体験したい方がいたらもうぜひぜひ、あの本当の、 あの光って何だろうかっていうのに気づけるリトリートになってますので、ぜひぜひお越しいただければなっていうふうに思います。よかったらあの心に響いた方がいらっしゃったらグッドボタンを押していただいて、チャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。別にチャンネル登録によって稼ごうとかそういうあの全くそういうのはなくて、ただあのみんなと一緒に地球の波動を、愛の波動を上げていきたいなっていう発信をしていきたいんですよ。だからそれに共鳴していってくれる人が増えたら嬉しいなっていうふうに思うんですよね。
でそれでチャンネル登録をしていってくれる方が増えることによって多くの方にこの動画を目にしていただけるかなっていうふうに思っています。でコメント欄ももうほんまにたわいのないことでも何でもいいんで書いていただけたらまめに返信しようと思っていますのでよろしくお願いします。ではでは今日はこんなところで来てくださいましてありがとうございました。のりりんでした。